はい、1ATSX ピオンシルビアの後期かな。スペック S の方が100万台でお買い得ですよね。パート類もすごいいっぱいありますね。はい、続きましてこれ出ました。これも後期ですね。 YouTube でもね、ヤモトさんの YouTube でもアップされてるとは思います。こちらも見ていきたいと思います。まずここから行こうかな。はい、こんにちは、ウィンマンズの小出です。ウィンマンズチャンネルではですね、ガレージあるキングバイヤーで販売中の中古車を随時アップしております。スポーツカーに特化した車を2日にいっぺんアップしておりますので、最後までご視聴の上チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、今日はですね、厚木店にやってまいりました。厚木店ですね。はい、厚木店の2023年1月スタートしましたが、一挙在庫一挙公開していきたいと思います。はい、まずはね、車種はね多数あるんですけど、厚木店は日産系です。日産系の車種ですね。はい、まずこっちから行きましょう。はい、 Z33、 はい、これフェアリディ Z ですね。 3.5 のバージョンニスモ、はい、302万円になってますが、平成20年式の車検が、はい、車検が令和6年の1月7万2000キロです。修復のない車ですね。これは紹介してある車かな。はい、一応チューニング内容はねあんまりいじってないですよね。18インチのアルミとニスモマフラーぐらいですね。はい、続きましてこちら、はい、こちらが平成20年式のバージョン S ですね。バージョン S、 こちらもフルノーマルに近い車じゃないでしょうか。はい、これはね20年式のでも後期なのかな。もうライトの形状が違いますよね。はい、97,000キロ、修復なしですね。はい、220万円の価格になってます。はい、ノーマルに近いですね。はい、続きましてこちらイエロー来ました。これも後期ですね。平成の20年式12月登録、はい、で184万円、ですね、走行距離が101,000キロ、はい、令和6年の1月まで車検はついてますね。結構いじってますよね。バリスのフルエアロ、アミューズ、エキマニ、サードキャタライザー、はい、アラゴスタの車高調、おお、いいですね。で、影山選手プロデュース、ガナドールミラー、ガナドールミラーですね。結構いじってると思います。注目ですね。これ184も結構安いんじゃないでしょうか。イエローだしアルミもねかっこいいの履いて、キャリパーも入ってますよ。これは絶対お買い得じゃないでしょうか。こういうカーボンパーツもねいっぱい入ってます。はい、続きましてこちら、こちらもイエロー、こちらが平成21年式、はい、で走行が7万6000キロですね。7万6000キロで、車検が今年の10月。チューニング内容はクラフトマフラーと円形19インチ、フロントリップスポイラー、まあそれぐらいですかね。はい、で248万円と、はい、こちらね、この円形のアルミホイール入ってます。こちらもなかなか おしゃれです。ここなんかもねカーボンのパーツが入ってますね。おしゃれな車になっております。はい、続きましてこちらスカイライン GTR、 33の GTR だね。あ、この間あの YouTube でもね、山本さんの YouTube でもアップされてるとは思います。こちらが平成7年式の走行がですね、メーター改ざん車ですね。で令和6年の3月まで、こちらも結構いじってますよね。透明マフラーに転移車、ことワーク18インチ、エッジケースクリーナー、前置きインタークーラー、ニスモクラッチ、 LED テール、そこそこねいろいろなもんを改造してると思います。680万、そこそこ金額しますよね。でも見た目ノーマルに近いところがもうおしゃれなんじゃないでしょうか。はい、こちらね、はい、でもこちらおなじみのね33のフルチューンですね。はい、こんな感じの赤、真っ赤です。平成7年式、
こちらも走行メーター改ざんしてますね。で車検がないので2年つけた状態でお渡しする形になります。こちらももうめちゃめちゃ T8833D のタービンですね。以下はもうめちゃめちゃいじってる車です。詳しくはね、大和さんの YouTube とか見ていただければ、詳しく載っておりますんで見てみてください。はい、一応ね、店頭の店の前に並んでる6台をねちょっと紹介しました。次はねこっちの展示場シルビア Z32Z とかね、33の Z、 こちらも見ていきたいと思います。まずここから行こうかな。はい、こちらが使えない4ドアです。4ドアね、4ドアで、これマニュアルなんですよね。マニュアル、はい、平成13年式、15万3000キロ、修復はありなんですけど148万円。はい、17インチのワンオフヘッドライトになっております。こちらね、遊べる車としては価格的にも148万円なんで、大変ちょっと目玉商品ではないかなと思います。はい、続きましてこちら、はい、スカイラインの、はい、GT かな、2.5 の GTV だね。スカイラインの 2.5 の GTV、 平成12年式でなんと48,000キロ、48,000キロ。車検はね今年の2月で切れちゃうんで、で、あんまりいじってないですよね、ほとんど。でマニュアルです。ターボなんですごい、今これお高いよね。あ、やっぱり350はしちゃうんだね。はい、GT ターボ高いですもんね。はい、一応こちらも GT にはなってるんですけどね。はい、続きまして来ました 32Z、名車中の名車ですね、 32Z。 はい、こちらが平成10年式。はい、こちらがフェアリディ Z3000ZX の 2x2。はい、平成10年式の59,000キロ。おー、修復はない車ですね。内装を見てもらっても、これね革シートとかになってます。結構こだわり、内装がねめちゃめちゃいいです。ただオートマです。オートマなんで、そこら辺ご理解いただけるようであれば178万円でも、いい車なんじゃないでしょうか。はい、続きましていきましょう。はい、こちらまた来ました 32Z、 フェアリディ Z の 3000ZX です。平成9年式ですね。平成9年式の78,000キロ。はい、修復はない車です。でこちらもマニュアルになってます。リアスポイラーはなくて T バーになってますね。 2x2 の T バーです。はい、ほとんどねノーマルに近いのかな。パール入ってるかな、ソリッドかな。一応パラスポーツ G7 履いてるんですねこれね。はい、こんな感じです。続きましてフェアリディ Z33 の Z ですね。ちょっと、価格が安めの Z、 平成16年式ですね。10万7000キロ、車検は今年の4月です。車検は修復はない車ですね。はい、こちらもマニュアルになってます。でアルミホイールとかね履いてますんで、ここはねめちゃめちゃ交通量が多いんで、ちょっと聞き取りにくいかと思いますが頑張ります。はい、ここですね、108万円になっております。込みだと車検取らないで124万かな、うん。はい、続きましてこちら 33Z、 これアルミ、じゃエアロが入ってますねフロントのね、平成15年式バージョン S ですね。バージョン S で走行が12万6000キロ、平成15年式です。はい、でマニュアルですね。はい、一応レカのシートとサムライパワーマフラーとエアクリーナー、パナソニック HDD 並み20インチのホイール、
はい、20インチのホイール入ってますね。こんな感じです。スポイラーはないですね。はい、続きましてこちらです。こちらもエアロが入ってますね。エアロが入ってアルミ入ってます。こちらが平成15年式、14万キロバージョン S ですね。こちらもマニュアルの車になってます。修復はない車なんで118万円、車検ないんで車検2年つけてお出しすることが可能です。144万円になってます。続きお、めちゃめちゃ安い。続きまして平成15年式9万6000キロ58万円バージョン T、 オートマかな。オートマなんですよね。オートマだとやっぱり基本ちょっと安いですよね。ただこうアルミ履いて車的にはそんな悪くないですもんね、うん、はい。ちょっと今ここでねお客さんが来てるので、はい、ここちょっとねカットしました。次ね、うちのコペンも置いてるんですよね、ダイハツのコペンです。はい、これはねあのタンレザーエディションって言ったあのシートがレザーになってるやつですね。これあの初期の方のコペンですかね。平成17年式10万7000キロ走って、修復はない車です。53万円、結構安くなったね。はい、もうほぼノーマルに近い車ですね、はい。こちら続きまして、こちらが平成16年式のこっちもマニュアルかな。マニュアルですね。マニュアルで10万5000キロ、はい。こっちもタンレザーエディションですね。こっちも同じ。ただシートはねこっちの方がなんかめちゃめちゃいい感じのシートになってますね。色黄色、色黄色でこれマットですね。マットな黄色が入ってる。これラッピングかな。これなかなかいいですよね、このイエロー。はい、続きましてこっちもコペンですね。これはアクティブトップってやつですね。平成17年式10万6000キロ修復はない車です。こっちもねオートマで、赤レザーのシートが入ってますね。これね赤レザーのシートが入ってます。色はグレーでしょうか。はい、また新型の方の形が変わったのもコペンです。こちらですね、ぐーんとね3倍ぐらい価格が上がります。平成30年式2万2000キロ修復ない車で、こっちもマニュアルでございます。シートはみんな結構いいシート入ってますよね。これもハーフレザーねっていうのが入ってます。こちらコペンの置き場になってますね。はい、なんとねスカイラインもね今これまだ全然仕上がってないんですけど、見てくださいこれ入ってきてるんですよ。これは GT34 の GTR かと思いきや、詳細はお楽しみです。ウェブを見ていってください。セドリックとか、ね、もう売れちゃってるんですけどね。はい、今のところですねこんな感じのレパートリーです。今現在ね、今のところね本日1月18日現在での厚木の在庫状況になります。お問い合わせしていただいた分もあのひょっとして契約になっちゃったっていう車もあるとは思いますけど、皆さんぜひ足を運んでいただいて現車を見てみてください。もう今はね本当に新車で買えるような車ないんで、もうぜひ実際の目で見てもらって確認してもらえることが重要かと思います。はい、で一応なんか気になる車があった場合はコメントにこの車のもっと詳しいのが見たいと、コメント入れていただければすぐ撮影しますんでよろしくお願いします。また、気になる車がある場合は
三郷で046-228-8777 046-228-8777です。それでは皆さん、よろしくお願いします。